コロナ禍で来られなかった先輩方の分まで佐渡の魅力を感じながら、あさっての6時までに作品を仕上げることを誓います。今月18日、佐渡市を舞台に全国から14の高校が参加し開幕した版画甲子園。3日間で佐渡を題材にした作品を完成させなければいけないため、開会式が終わると早速佐渡の雄大な自然や金山などの史跡を見て回りました。佐渡にしかない魅力を自分で感じて、それを作品にどう生かせるかを考えて注意して見て回ろうと思います。題材を決め、デッサンを終えるとさまざまな彫刻刀を使って線を彫り込んでいきます。仮眠を取るなどしながら急ピッチで作業を進め、迎えた制作の最終日。作品提出の締め切り時間ギリギリまで色合いや全体のバランスなどの手直しを繰り返し、空いてるところ、はい、皆さん大変お疲れ様でした。無事にすべての高校が時間内に作品を提出していました。皆さんやっぱり佐渡と真剣にやっぱり立ち向かって、でこれだけ完成ちゃんとさせてくるっていうのは大したもんだと思いますね。そして今年度の優勝は静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校。今年は旗野地区にある長谷寺を油絵のような重厚さで表現した伊東高校城ヶ崎分校が優勝。城ヶ崎として最後の出場だったので1位取れて嬉しいです。みんなで協力して素晴らしい作品を作れて、結果的に1位という形で終えることができたので、それはすごく嬉しかったです。佐渡で制作に熱中し仲間と協力し合った経験は高校生にとってかけがえのない思い出となったようです。